はいどうもおっさんです。ハッピーニューイヤー2023聖書石召喚期間限定ニューイヤー2023グレゴリーラスプーチンピックアップ召喚ということでよろしくお願いいたします。今年もですね、マイフジを中心に配信をやっていきますんで、皆さん引き続きお願いいたします。そしてですね、まあ今からラスプーチン引くんですけども、まあこの方も隣にいていただいております。よろしくお願いします。はい、どうも皆さん、つくもです。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。さあ、ラスプーチン来ましたね。来ましたね。悪い顔してますね、これね。悪いね、この顔は。もう宝具がアンリマユっていう名を冠してるっていうのもあってね、はい、まあ、ほんとこれからのストーリーにもバチバチ絡んできそうな感がしっかり出てますよね。そうだね。まあもう前からね、来た時は引くって決めてましたんで、はい、しっかりと、はい、引くまで回していこうと思います。はい、なのでもうなんかすごい尺が短い動画になるかもしれないですし、はい、バカみたいに長いかもしれないです。神の水を知ると、はい、いうことですね。そういうことでございます。では参ります。はい、予備符から引いていきます。はい、はい、予備符で出てくれたらね、一番嬉しいんですけど、それ最高です。もう金カードのアルタエゴが出たら、はい、当たりかなと思います。はい、アルタエゴの金、まあそうでしょうね。他にいないはずなんで、うん、おー、びっくりした。ちょっとびっくりしたね。おー、カーシバル今の来たってなったね。もう早すぎ、フラグ回収するのって、ね。パーシバルもね、僕これ宝具まだこれで3か2ぐらいなんで、はいはいはい、はい、すごい嬉しいです。サーバントすごいよ。まあまあこのね、引きの勢いでラスプーチン来てほしいんですけど、うん、そうだね。このね、星4サーバントの出が結構初っ端からいい時とか、はい、あまりいい思い出がない。初めからフラグ立ってるから、うわ怖いんすよ。まあ、でもすごい4連続サーバント、ね、すごい。もうこれはラスプーチンの流れでしょうよ。来るんじゃないの。まああのタイプ的にですね、はい、10連11連引くよりも、うん、あの予備とか単発で引いた方が、はい、結構引けるタイプなんですよ。はいはい。なんでまあさらっと引いちゃうかも。可能性はありますね。あります。さあ、ここまでサーバントしか出てないが、サーバントしか出てない。すごい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 。はい、でもこれ分かりやすいね。分かりやすい。もうアルタエゴが躊躇もなく飛ばせる。本当にアルタエゴじゃなかったらすぐ飛ばせるから、そういうことです。おお、霊装がついにここで出ましたが、出ちゃいましたね。あら、星4概念霊装もめちゃめちゃ出るが、 あれ霊装祭りになって、おお、星4ですね。はい、新年のラベンちゃん、かわいい。めちゃくちゃかわいいね。かわいいね。自身のアーツカードのスター集中度 300% アップと NP 獲得量が、はあ、なるほど。はいはいはい、ファーストセールですね。福袋売っとるわ。売ってますね。おー、ショップか。あ、ね、いや可愛らしい、うん。さあ、ということでこれで11連ですね。はい、あ、サバト、アサシン、ちょっと長くなかった。いや、冷蔵か。冷蔵か。なるほど。まあ、11連目は、いや、まあでも、星4サーバントもう1体当たっとるけん。そうですね。結構いい当たりですね。個人的にはパーシバル本当嬉しいです。うん。なかなか、まあ、メルジーヌのガチャを引きに行ってないっていうのもあるんで。ああ、そうか。そうなんですよ。重なってないっていうのが、ちょっと正直、あったんで。やっぱあのアーツで宝具打つってなったら最適解の一人じゃないですか。そうだね、バリバリ。あれ、ありがとうございます。すいません。早く来てくれたな。明けましておめでとう。
私はコトミネ神父グレゴリー・ラスプーチンとして君のもとに来訪した。喜びたまえ、私も嬉しい。戦いで力になることは少ないが、人生の指針、日常生活の補強には一加減ある身だ。今後ともよろしく。おや、納得のいかない顔だが、少々早い召喚だったかな。村正を召喚した時も、はい、まだストーリーで出てきてなかった時だったんで、うん、まあ、今みたいにちょっと早かったかなみたいな感じで言ったんですけど、はい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 、まあ、だから、ね、はい、このタイミングだったのだった時の、まあ、スペシャルボイスって感じですね、多分ね。そういうことですね、はい、おめでとうございます。めちゃめちゃ早かった。ありがとうございます。いや、ぶっちゃけめっちゃ嬉しいです。はい、はい、爆死で始めることがなくて、もうこのままうなぎ登りのようにね、はい、運が高いところで高い水準でとどまっとってほしいです。そうだ、今年1年のガチャ皆さんご注目ください。ありがとうございました。ありがとうございました。